分間程度で自己紹介をお願いします。はい、現在自分は筑波大学情報学部自然情報学科複雑システム系4年の富田と申します。で、大学1年3年ですね、以前は明治大学の政治経済学部経済学科というところにおりまして、そこから編入試験を経て名古屋大学に入学しました。以前はその、賞金単位であったりとか、留学であったりとか学部であったりとか、いろいろな方面で真面目なものか、真面目なものか、真面目な点で言いますと、賞金インターンというところでお話しさせていただければと思います。で、自分がやっていた賞金インターン、法人営業の賞金インターンをやっていたんですけど、大体3ヶ月ぐらいの期間ですね。と、人材系の企業のデータベースを販売するというようなところで、営業ですが簡単に作れますっていうのをソリューションでした。で、エンジニア的な立場で入ったんですか、それ。完全にインサルセールスで営業の立場で。ほとんどエンジニアとかがやりたかった分野ではあったんですけど、それとは別でビジネス系の試験がものすごく浅いなっていうふうに思ったんですね。なので、営業っていう、経験を通じて、そのビジネス系の試験、例えばマーケティングとか経営とか、そういった新しい別の視点っていうところも手に入れたいなっていうのが理由でした。